やっぱり男性の体一度でいいから作ってみてはいかがでしょうか。いいえ、体でなくても顔だけでいいと思います。一回でも作ってみたら嫌悪感抱いてる人もファッとなると思います。ちょっとよくわかんなかったんですけれども、男性をね、造形はしないんですが、モチーフにしてみようと思います。普段女性ばかり作ってるので、今回まじまじと男性の体を観察して、胸の形から指先までいろんなところが少しずつ違ってるんだなって改めて思いました。いや、本当に人体って男女関係なくすごく美しいものだなって本当に思いました。この間もらった DM で、自分が女性であることに嫌悪感を抱いていたんだけれども、僕の作品を見て自分の体を肯定的に捉えられたっていう風な DM をいただいて、すごく嬉しく思いました。今回の作品を見て皆さんはファッとなったでしょうか。